今日東京の上空でブルーインパルスの飛行が行われます。では8月22日先日いただいていたリポートを見ていきましょう。墨田区の方からです。うわすごいですね。スピードも速いですし、あ、色も変わっていますかね。かっこいいブルーインパルスの様子です。では続いてこちら、今日もですね都内の上空を回るということなので、チャンスがある方はご覧いただきたいと思います。こちらは新宿区の方からです。この形どうやってこの、状態をキープして飛ぶことができるんでしょうか。本当に不思議です。今日も楽しめそうですが、お天気はどうなっていくでしょうか。予想をご覧ください。14時の予想なんですけれども、こちら東京23区周辺、オレンジ色薄曇りということで、雨の可能性は低く、チャンスもありそうです。ぜひご覧ください。そして最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ぜひご確認ください。